ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのエリです。今回お届けするテーマはこちら。米国、韓国で自動車生産やめます。米国から見放された韓国自動車業界が完全終了。米国で自動車を生産販売するアメリカゼネラルモーターズの子会社、米国 GM。 実はこの会社、ある組織の過激な行動のせいで赤字が続いており、なんと米国からの撤退もあり得る状況になってしまったのです。一体ある組織とは何者で、どんなひどいことをやらかしたのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。米国 GM はアメリカの有名自動車メーカー、ゼネラルモーターズの米国子会社。2002年に経営破綻した米国デウ自動車を買収して設立されました。米国内の生産拠点はインチョン工場、チャンウォン工場、ポリョン工場の3カ所で、主にシボレーブランドを展開しています。名門ゼネラルモーターズの子会社で、20年も前から米国に進出しているので、米国社会に根付いてかなりの利益を上げていると思われるかもしれませんが、なんと米国 GM は2014年から7年連続の赤字に陥っているのです。しかもその7年間の累積営業赤字は3兆3995億ウォン、日本円で約3400億円に達したほど。2014年から赤字ってことは、例の感染症が流行するずっと前ですから、その影響も関係なさそうですよね。いずれにしても7年連続赤字はただごとではありません。実はこのひどい状況に業を煮やしたアメリカのゼネラルモーターズ本社は、ついになんと米国 GM を見捨てる動きをし始めたのです。2021年11月12日、米国 GM の今後の計画や成長戦略を発表するため、インチョン市にある GM デザインセンターで記者懇談会が開かれました。その懇談会にて、最高幹部であるアメリカゼネラルモーターズ本社、スティーブ・キーパー上級副社長はこのように述べたのです。IT 技術に理解のある米国市場は大きなポテンシャルがある。よって2025年までに10種類の新たな電気自動車を米国市場で販売する。ここまでは何も問題ないように思えますよね。それどころか将来有望な電気自動車を積極展開するなんて、米国 GM にとって素晴らしい成長戦略だと言えるのではないでしょうか。ところがです、その後のキーパー副社長のコメントがあまりに衝撃的でした。米国 GM で電気自動車を生産する計画はない。え、一体どういうことでしょうか。米国で電気自動車を拡大していきたいと言いながら、米国 GM では電気自動車を作らないって、一見矛盾しているように感じられますよね。ところが実は矛盾しているどころか、そのままの意味だったのです。ゼネラルモーターズは電気自動車を作る気も売る気も満々。実際、ゼネラルモーターズは全自動車の 40% を2025年まで、100% を2035年までに電気自動車に切り替えると宣言しているほど。つまり、ゼネラルモーターズとしては、米国市場に電気自動車をどんどん供給していくけど、その電気自動車は米国 GM ではなく別の国で作るって言っているのです。そう。将来主流になる電気自動車を米国 GM で作らないというキーパー副社長の発言は、実質撤退を意味しているってこと。ゼネラルモーターズ本社が米国 GM を見捨てた理由は、7年連続赤字の原因にありました。その原因とは、そう、米国 GM の労働組合だったのです。米国 GM の労働組合はめちゃくちゃ過激で、賃上げを要求して頻繁にストライキをしまくり、ストライキをすれば工場の生産ラインは止まってしまいます。生産がストップすれば利益を生みません。そりゃストライキばかりやっていれば赤字になるのも当然じゃないですか。そんな赤字状態が続いていたにもかかわらず、米国 GM の過激労組は賃金を上げろと毎年のように無理な要求ばかりしてきたのです。
ある時などは不満を爆発させた過激労組のメンバーが鉄パイプを持って警告 GM の社長室に乗り込んでいったことも。なんとこの時は鉄パイプを使って社長室の椅子や棚、机を破壊しまくったと言われています。いや、もはややっていることが犯罪組織と変わらないじゃないですか。これはゼネラルモーターズ本社が警告 GM を見捨てる気持ちもよくわかりますよね。実は先ほどの労使懇談会が開催される数ヶ月前には、ゼネラルモーターズ本社の役員が警告 GM の労組メンバーに直接忠告までしていたのです。2021年6月11日、アメリカデトロイト本社でゼネラルモーターズの役員らが警告 GM 労組代表と面談を実施。役員は労組に対してこのように苦言を呈しました。労使対立で工場の稼働停止が繰り返されれば、警告 GM は非常に不利な立場になるだろう。不安定な労使関係が警告 GM の仕事を終わらせることもある。いや、これは完全に見捨てる気満々じゃないですか。警告 GM への投資に関しては、ジェラルド・ジョンソングローバル生産統括副社長がこのようにコメント。警告 GM に労使の協力が存在するという証拠があってこそ確信を持って投資できる。要は労組がストライキばかりやっているから、警告 GM には電気自動車のような投資ができないんだよと言っているようなもの。ペレスグローバル生産戦略企画統括責任役員は他工場と比較してこんな指摘までしています。警告 GM はメキシコ工場と比べて人件費が高く、ストライキが多く、生産も不安定なのが現実。人件費が高いくせにストライキばかりするなんて最悪じゃないですか。一方、メキシコ工場はなんと26年間ストライキを一度もせず、安定した労使関係を構築しているのです。これはメキシコ工場の爪の垢を煎じて警告 GM の労組に飲ませるべきでしょう。さて、ゼネラルモーターズ本社の役員からこれだけ厳しいことを言われたわけですから、さすがの労組も多少は反省したと思われるかもしれませんが、そこは悪名高き過激労組、本社役員の苦言もどこ吹く風。なんと労組は役員に対して、なんとかの一つ覚えのように電気自動車を警告 GM で作ってくれと繰り返すばかりだったのだそう。ゼネラルモーターズの役員が労使の信頼関係ができて初めて電気自動車を投資できると言っているのに対して、労組は電気自動車を作ってくれたら信頼すると言っているってこと。いや、全然会話が噛み合ってないじゃないですか。業界関係者は世界各地の工場が電気自動車を製造したいと努力している中、このような警告労組の発言が繰り返されれば、むしろ警告 GM への物量配分がさらに減らされるかもしれないと指摘。果たして労組は自分で自分の首を絞めていることに気づいているのでしょうか。ちなみに先ほどのインチョン市の GM デザインセンターで開かれた記者懇談会にはちょっとした裏話が。警告裁判所が労組に対してキーパー副社長らに接近してはならないと命令を下したのです。そう、あらかじめゼネラルモーターズ本社が接近禁止等の申請を警告裁判所に申し立てていたってこと。その命令はかなり厳しい内容で、対象の50メートル以内に接近するのを禁止したり、建物への出入りや車両通行の阻止を行うなど、業務妨害を行わないように強い警告をしたりしたのです。何せ相手は過激労組なので仕方ないですが、アメリカから警告 GM を訪問するたびに申請しなければいけないなんて、なんとも面倒ですよね。しかし、一体なぜこんなにも警告労組は過激組織と化してしまったのでしょうか。実は警告 GM の労組が特別過激というわけではなく、警告の労組自体がめちゃくちゃ過激組織なのです。例えば警告最大の労組民主労総は2018年11月13日に最高検察庁に押しかけ、検事総長への面談を要求し、そのままロビーを占拠しました。また他にも自動車部品メーカーに組合員の復職を要求し、それが受け入れられないと大型トラック20台でこの会社の正門を封鎖したのです。つまり部品の輸送をできなくして生産を止めてしまう狙いですね。
いや、もう何でもありというか、テロ組織も顔負けじゃないですか。このように警告労組が過激化したのには、大きく2つの要因があると言われています。一つ目は、警告社会が実際に数十年前まで貧乏だったこと。かつて日本にも、昔軍隊、今総兵という言い方がありました。つまり、昔は軍隊、今は組合が怖いって意味ですが、日本だって貧乏だった頃は労働者の権利を守る労組の力は強かったのです。警告が経済発展したのは日本より後なので、未だに労組のパワーが維持されているってことですね。2つ目は、2017年に警告でムン・ジェイン大統領が誕生してしまったこと。このムン・ジェインさん、もともと市民運動家だったこともあり、労働組合に激ヤマだったのです。ですから、労組は過激活動をやりたい放題だったのだとか。これら2つの理由によって、警告で過激労組が生まれたってわけですね。もちろん、警告 GM の労組問題は海外でも大きな話題となっており、多くの外国人からコメントが殺到していました。給料を上げてもらうためにストライキをしまくった結果、仕事自体を失いそうになってて笑える。結論は一つ、警告 GM を閉鎖して撤退してほしい。野蛮な労組もそれで正気を取り戻すだろう。正気を取り戻させるためにも、まずは飢えさせるべきだ。いや、今まで撤退しなかったことが奇跡だよ。この記事を読んでいたら、何も関係ない自分も恥ずかしくなってしまった。本当に恥さらしな労組だ。労組の自業自得だから仕方ないと思う。彼らが望んだ結果だよね。損切りしてくれ。世界に何十もの工場を抱えている GM が警告にいてもメリットが何もない。無駄な税金が消費されるし、 GM も稼働率の悪い工場を抱えることになってしまう。警告は本当に成長しないよな。相変わらず関わりたくない国だよ。もう撤退しているのかと思っていた。警告 GM は決断を急ぐべき。早く撤退した方がいいよ。 GM はお世辞とかは言わない方がいいよ。警告人は自分たちに都合のいいようにしか解釈しないし、後々面倒になるだけだから。警告は労組のために足を引っ張られている。ストライキばかりして企業がどうなろうがお構いなし。 GM が撤退すればどうせまた国のせいにするんだろうな。はい、労組を擁護する声は全くありませんね。このような労組問題に加え、例の感染症による需要減が追い打ちをかけたことから、現在多くの海外企業が警告からどんどん撤退しているのだとか。とにかく、まずはこの過激労組を生んだ警告の常識のなさを直してほしいものですよね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。